11月2日放送の藤屋プレゼンツスノーマンの元のまんま文化放送に渡辺翔太と目黒蓮が出演した。二人がパーソナリティを務めるのは2022年4月以来約1年7ヶ月ぶりのこと。番組内では渡辺が主演を務めていた舞台ドリームボーイズに出演を決めたい企として目黒からのやった方がいい。 できるからという一言があったからというエピソードを改めて語り、仕事に関する話を熱く繰り広げていた。それだけでなく、お互い笑い合いながらトークを繰り広げる場面も、二人の深い絆が見えてくるかのようであった。普段から仲が良いという渡辺と目黒は、数々の微笑ましいエピソードを持つ。例えば、2023年のお正月のこと。 メグロはメンバーの中でもとりわけ気が合うメンバーだという渡辺と正月を二人で過ごし、メグロの運転で富士山が見える場所までドライブに行ったそう。さらにメグロが3月4日放送の1億3000万人の小チャンネル、日本テレビ系に出演した際には、そのドライブ中渡辺は助手席でずっと寝ていたとも告白。MC の桜井翔からメンバーを乗せてドライブをするのは緊張する。 と聞かれると、目黒は、なんもないです、と即答していた。お互い一緒にいることが当たり前になるくらいプライベートでも仲が良いだけでなく、助手席で寝る、緊張もしない、という言動からは信頼関係がしっかり築かれていることもわかる。ちなみに、10月23日に目黒は公式インスタグラムアカウントを開設したが、ストーリーズのハイライトには、しょっぴーと食べたカニとカキ、という写真も、 正月のドライブの時のものかは不明だが、至るところでメグロと渡辺のつながりを確認できる。そんな二人からはパフォーマンスにおいても、親睦の深さが伝わる。サードアルバムリード曲、合言葉、のメガボルトでは、メグロと渡辺は家で食事をしながらトランプを楽しむような姿を見せている。その笑顔はリラックスしており、普段の二人のやりとりを見ているかのようだ。 さらに同アルバムにはメグロと渡辺のユニット曲、2、も収録さ二人とも歌唱力に定評があり、バラードでしっとりとした歌声を聴かせている。さらに YouTube の動画、ミュージックビデオ鑑賞会、I Do Me、ユニット曲公開。の中でも他のメンバーから言及されているが、メガボルトは外ロケでドラマのようなシーンも多分に含まれている。ドラマや映画、 舞台などで演技の仕事にも力を入れているという共通点も相まって、曲のストーリーが見えてくるような仕上がりになっていると言えよう。まさにこの二人だからこそ表すことができる世界観だろう。微笑ましいエピソードをたた持ち、パフォーマンス面でも共通することが多い渡辺と目黒。そんな二人がパーソナリティを務めるとあって、藤谷プレゼンツスノーマンの元のまんま 11月2日放送会を楽しみに待っていた人も少なくなかったはずだ。その期待に応えるかのように番組の中でも仲の良さを発揮してくれたのは嬉しい限りだ。今後もついにっこりしてしまうような二人の関係性をぜひ積極的に発信していってほしい。